僕は彼女のことが好き。でも、あの子も彼女のことが好きらしい。関係ない。僕だけのものになればいいのに。好きな人なんてもうできないだろうと思っていた。でも、あの子に会ってから私の人生は変わった。私はいつの間にかあの子の虜になっていた。僕には好きな人がいる。でも、その人はなかなか振り向いてくれない。お願い、僕を見て。強くならなくては、そう思ってここに来た。でも、みんなは違うみたいだ。どうして？僕は幸せだ。この幸せがずっと続くと思っていたよ。私は知っていた。自分が嘘をついていると。これは本当の私ではないことを。私が欲しいと言えば、みんなは何でもくれた。あの人以外は。僕はどうしてあの子のことを好きになってしまったのだろう。報われないことなんて分かっているのに。僕の好きな人は、絶対に手に入らない人。僕は、あの人のために生まれた。3年間ずっと同じクラスっていうのも酷なものだな。それは私への当てつけかな、君。入学から1週間後だったか。月乃が毎日のように迎えに来るようになったのは
多分そうね。そろそろ教室ね。そうだな。おはよう。おはよう、みんな。おはよう、二人とも。はい、授業始まるぞ。席につけ。もうそんな時間か。じゃあまた放課後にね。あ、はい、みんな揃ったようだな。早速だが競技場に集まってほしい。来週の月曜日の合同自主訓練の説明をするぞ。はい、これで説明は終了だ。来週までに各自足りていないところを考えておくように。それでは次の授業まで解散。相変わらず長い説明よね。本当だな。まあまあ、そんなに先生を責めてはいけないよ。ヨウジさん、こんな人がたくさんいるところにいて体は大丈夫ですか？テイチ君はいつもそうやって心配してくれるね。ありがとう。そんな、人として当たり前のことをしているだけです。その当たり前にどれだけ救われたか。何か言いましたか？何でもないよ。幼児様、そのような目上の人間に失礼な態度を取るやからなど放っておいてよいのでは？ユイ、デイチ君たちは僕の大切な友人なんだ。放っておくことなんてできないよ。そのような虫けらどもがご友人であるというのですか？そんな言葉使ってはいけないよ。せっかくの可愛い顔が台無しだ。幼児様。あ、定一くんだ。定一くん。原沢さんだ。もうそんなに走ったらこけちゃうでしょ。ごめんね。いいよ、許してあげる。ありがとう。賑やかだね。僕も混ぜてほしいな。パン屋さん、おはようございます。おはよう、ペイチ君。ここで話をしていると次の授業に間に合わないだろうから、食堂にでも向かおうか。そうですね、みんなで食べましょう。アダニアも一緒に食べようぜ。うん、食べる。何食べようかな。どうせいつものパスタなんでしょ。君はパスタ教だから。
どうせならパスタコンシェルジュと呼んでほしいな。何よコンシェルジュって。このパスタ卿、パスタ卿、パスタ卿。うるさいな。仲がいいね君たち。じゃあ僕もパスタにしようかな。ここのパスタうまいんですよね。布教するなパスタ卿。だからコンシェルジュだってば。僕もパスタにしようかな。京子くんがそうするなら私もパスタ食べる。広がるパスタの輪だな。私はハンバーグにするから。アダニアさんはどうするの？僕はグラタンがいい。残念だったなパスタ卿。これ以上パスタの犠牲者は増やさないわよ。二人だけだろ。あとの六人はパスタを注文したからな。あくまでも私は幼児様と一緒にしただけです。お前ら虫けらどもと一緒にしないでくれる？パスタを注文した時点でパスタ卿に入信ってことだからな。そんな教団、私が解体してみせるわ。グラタン届いた。まあまあみんな早く食べよう。冷めちゃうよ。楽しいねみんな。幼児様が笑っていらっしゃる。これは写真を撮らなくては。お願いだからみんなパスタを食べてくれ。ハンバーグ美味しい。パスタよりずっと美味しいわ。それはこのパスタを食べてから言ってくれよ。絶対嫌です。グラタン美味しい。かなみちゃん、パスタ美味しいね。京子くん、口にソースがついてるよ。え、どこかな？私が取ってあげる。ありがとう。アダニアさん、ちょっと不安なところがあるんだけど、聞いてくれるかな？いいよ、どこかな？ありがとう。実は、ここなんだけど。月ノ葉さん、綺麗な声だね。ありがとう。私もアダニアさんの声大好き。鈴が鳴っているみたい。ありがとう。ねえアダニアさん、明日の土曜日一緒にどこかに行かない？うん、いいよ。花沢、ちゃんと聞いているか？ああ、ごめんなさい。ちょっと考え事していて。何が考え事だ。女子の方ばかり見ていたのは分かってるぞ。
君にこれをあげよう。なんだこれ。ササラ特製スッキリドリンクなのだ。スッキリドリンク？音楽の授業の時先生に怒られていたでしょ。居眠りでもしてたのかなって思って。まあそんな感じかな。やっぱり。そんな君に、優しい優しい私が、スッキリドリンクを作ってあげたのだ。まだ試作品だけど、とりあえず飲んでみてよ。ありがとう。気が利くな、月乃は。レモン味だから、きっと目が覚めるよ。そうか。じゃあ、早速いただきます。うまい。確かに、すっきりしたような気がするよ。よかった。それじゃあ、帰ろうか。あ。帰ろ。今日も楽しかったな。何？急にどうしたの？しんみりしちゃって。僕たちは勇者を目指してこの学園に入学しただろ？そうね。まあ、敵って言っても、畑を荒らす害獣駆除みたいなことしか仕事はないだろうけど。確かにな。でもそれって、すごくいいことだと思うんだ。どうして？平和ってことだろ？私はあまり、平和って好きじゃないかも。どうしてだ？何もないから。余計なことを考えてしまうもの。余計なことって？何でもないよ。変な月乃は。どこか行きたいところある？ユーゼンちゃん。アイヤさんと一緒ならどこでもいい。いつも楽しそうだなって思ってたの。はい、とても楽しいです。京花くんがいるから。僕も楽しいです。かなみちゃんがいるから。そう、それはいいことね。私、友達がいないからそういう気持ちよくわからなくって。それは悲しいことです。あの、よかったら私たちとお友達になりましょう。きっと楽しいですよ、リンさん。友達になってくれるの？私でいいのかな？そんな、悲観しないでください。僕たちはリンさんのこと、もっと知りたいと思ってますよ。ありがとう。二人とも優しいのね。
月乃は大丈夫か？何？ごめん、聞いてなかった。だから大丈夫かって。私はいつも通りだよ、ほら。そうか、ならいいんだ。部屋帰ってゆっくり休めよ。うん、ありがとう。じゃあ今日はここでさよならね。ああ、また来週な。本当に大丈夫か？誰もいなくなったな。帰るか。なんだろう、体がだるいな。さて、今日は素敵な土曜日って、あれ？丸一日寝ていたってこと？今日が何曜日かだって。どうしたんだい、天一くん。ごめんなさい、こんな朝早くから変な電話して。いいよ、気にしないで。朝から君の声が聞けてとても嬉しいよ。そういうことは女の子に言った方がいいですよ。天一くんにだから言うんだよ。それってどういう意味ですか？女の子に言うのは恥ずかしいからね。あ、確かにそれならわかります。それより今日は何曜日かって質問だったね。今日は日曜日だよ。何かあったの？実は僕、丸一日寝過ごしたみたいで。それは大変だったね。よっぽど疲れていたのかな。そうなんですかね。そうがっかりしないで。今日、いっぱい好きなことをすればいいんだよ、定一くん。そうですよね。ありがとうございます。じゃあ、また明日。はい、また明日。僕は最高のパスタを作らなければならないのだ。何ニヤニヤしてるの、君。月乃は、それと。おはよう、原沢くん。おはよう、アダニア。おはよう、アダニア。じゃなくて。
質問に答えなさいよ。ああ、悪い。これから僕は最強になるんだ。最強？何それ？ああ、間違えた。これから朝食というか、もう昼食だな。昼食を作るんだ。へえ、何作るの？ああ、なんとなく想像はできるけど。お察しの通り、パスタだ。やっぱり。ああね、私もついていっていい？君のパスタ、一度食べてみたかったんだ。アダニアさんも一緒に。二人ともパスタ教に入信するのか？そう言われるとちょっと嫌かも。というか、珍しいな。アダニアも一緒でいいのか？どうして？月ノ亜は僕とアダニアを近づけたくないんじゃなかったのか？何それ、私がいつそんなこと言ったのよ。言ったというか、今までなんとなくそんな雰囲気だったろ。君は私たちにパスタを食べさせたくないのかな？そんなこと言ってない。パスタ食べたい。アダニアなら歓迎するぜ。ちょっと、私は？冗談だって。月ノ亜にもご馳走してやるよ。何その上から目線。食べたくないのか？うん、食べたいです。よろしい。むかつく。原沢くん、なんか怖い。大丈夫、友禅のことは私が守るから。ササラちゃん、ありがとう。原沢くんが百面相してる。きっとパスタの食べ過ぎで中毒症状を起こしてしまったのよ。気をつけようね、友禅。パスタ怖い。アダニア、アダニア、パスタは怖くないよ。とっても美味しいものだよ。そうなの？そうさ、だから安心して僕に全部委ねて。危ないわ、友禅。そいつはパスタ教よ。近づいちゃダメ。邪魔をするな、月ノ亜。アダニアは僕のパスタ教に入信させるのだ。させないわ。友禅は私のものよ。誰にも渡さない。僕は誰のものにもならないよ。二人とも落ち着いて。ごめんな、アダニア。大丈夫、冗談だから。友禅の困った顔、初めて見たかも。さ、材料を買いに行こう。パスタパーティーだ。パスタパーティーだ。しょうがない、付き合いますか。材料といってもサラダの材料だけだからな。パスタはどうするの？パスタの材料は常にストックしてあるんだ。
ストックって、私たちの部屋にそんなスペース、あったかな？よくぞ聞いてくれました。ストックがあるのは僕の部屋じゃない。学園の食堂さ。食堂？食堂？つまり今から君たちが食べるパスタは僕が作った正真正銘の元祖オリジナルパスタというわけさ。食堂のパスタは原沢くんが考えたものだったんだね。君は食堂のメニューにまで口出ししているのね。驚いたか？呆れているのよ。サラダは僕たちが作るから、原沢くんはパスタに専念していて。ハダニア、なんて優しい。それじゃあ作りますか。おお。昨日は話を聞いてくれて、ありがとう。うん。でも、そんな大切な話、どうして僕に？友禅、意地悪だな。なんとなく気づいているでしょ？ごめんね。それは、何に謝っているの？今は、うまく答えられない。それはそうだよね。いいよ、待ってるから。ありがとう。サラダ完成！完成。こっちも完成だ。どうしたの？元気ないね。ああ、もしかして失敗したとか？パスタは完璧だ。よし、食べようぜ。美味しい。本当に美味しいわね。だろう？なあ、アダニア。ちょっと大事な話があるんだけど、後でガーデンで待っていてくれないか？ここで話しちゃいけないの？できれば月の輪にも外してほしい。そう、わかった。それじゃあ私はこれで。ああ、片付けは私がやっておくから。悪いな、月乃は。僕も手伝うよ、片付け。いいの。友禅は話があるでしょ？本当にいいの？じゃあ、行こうか、アダニア。うん。アダニアと出会ったのは、入学式の時だったな。そうだね。その時からずっと思ってたんだ。可愛いなって。ありがとう。もう無理。
アダニア、好きだ。入学式の時からずっと好きです。一緒にいてください。僕は どうした、ヨシバ。定一くん、カナミちゃんが、カナミちゃんが大変なんです。ユメノがどうしたんだ。それが、全然話してくれないんです。喧嘩でもしたのか。違うんです。土曜日にリンさんと話しに行ってくるって言った後から連絡がないから心配になって。